Shimano is they introduce Inshore again. It's like fantasy. So, hi everyone, I'm Yas. Thank you for watching my videos. And today I introduce you Japanese Fishing Show 2023. Actually, this is the first time to join my fishing show in my life. So, please feel free to enjoy my videos. Yeah, let's go then. So this is 6A hole. Many customers. I'm looking for the Shimano booth there. I don't know where it is. Oh, sorry. Here we go. This Garmin. Here we go. Jaco. Maruchu is here. I think Shimano is light size. Yeah, I got it. Yeah, this is Shimano. Shimano booth there. So 2023, I think the point is Shimano is they introduce Inshore again. Yeah, between Inshore again and offshore again. Inshore. Pretty easy to. This is Mr. Murata. It's a legend of one of the, I think, oldest legend anglers in Shimano in Japan. This is Mr. Murata. Yeah. So, let's have a look at it. Oh, it's many. So today, this year, I think, it's new people there. It's, as you know, Vanquish 2023. Let's have a look then. We need to make it too there. It's many people. Here we go. This is Vanquish. My favorite is this one, C2000XD. Yeah. So good. Oh, it's so right. So right. Alright, two rides, I could say. Konnichiwa. Kiteいいですか? Vanquish, 新しくなった 僕 19 を持ってるんですけども こう買い替えるといい点って何ですか? 今回のVanquishは去年のステラに入った新しい機能はもうほぼ全部入ってます。インフィニティループっていうのと インフィニティドライブ、インフィニティクロスってあるんですけど、スプールの動きちょっと見てもらったら分かるんですけど、ものすごくゆっくりです。なので、スプールに分かれるとか細かく分かれていくので、テストした時にそれがスムーズに出てくるので、放出性が良くなりました。あと、インフィニティドライブ真ん中のシャフトを指示して抵抗が減ってるんで巻き取りが軽くなってます。近くで体感できるところなので、もしよかったら。19もありますか? はい、19もあります。 その体感のところに。なるほど、ありがとうございます。ちなみにバックラッシュの可能性ってありますか? ない。ないです。ない、なるほど。ないって言ってる。ないって言ってるんですけど。
はい、あの今までと同じぐらいの感覚だと。はい、なるほど。というのも、はい、あの同じ状態のテストをしたときにあのトラブルが起こらないあのスピードに今回設定しているので、あのトラブルに対してはあの今の前の1級と同じぐらいの起こりがあります。なるほど。どんな釣りにおすすめですか、はい、特に特にあのバンコクもう1級を使われているのであれば、あの同じように使っていただければ全然問題ないです。うんうん、ちょっと1級と比較してみます。はい、すみません、19番機種と比較するコーナーでどこにありますか。あ、これですか。あ、今のスタッフ into explain the each question。 あ、OK、 That is very interesting situation。 So new番機すみません、下がっていいですか。はい、どっちが、あ、こっちが、もう、結構負荷が強いので、しっかり右手で刃を入れていただいてもらえると。あ、なるほど、わかりました。あ、こっちから、はい。これ何番ですか。2500番。はい。はい、結構負荷が強い。あ、なるほど。あ、もう、もう、はまちがかかった感じですね。なるほど。ゴルマキシェ感ですね。あ、ありますね。はい。からの、おお、おえ、同じウエイトなんですか。マジですか。すごっ。え、同じドラ、え、同じですよね。あのこっち側ガチガチ締めてて、この相手の電動リールが入ってる。あ、はい。あ、なるほどなるほど。これがあのそうですね。中の部品が動くときに、はい、いろんなところに擦れて抵抗がすごい。これがそうなんですね。抵抗。トリコ力を減らしていくので、はい、そのスムーズにバリ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 スーッと行く。この巻きのスタートが全然違いますね。このうそっち一旦止まっちゃうと。うってなって、よいしょ、よいしょって感じだけど、これがインフィニティなんですか。すごい、これは本当にまあまあ、メディオもいけますね。あ、これすごい分かりやすい点ですね。僕両方、これも持ってますけど、これもなかなかできないですね。これはすごいわ。ありがとうございます。あの予約しましたんで、はい、楽しみ。これいつぐらいですか。3月。はい、楽しみしてます。 That is very interesting. Good presentation. People can know the difference between 19 bankies and new bankies. Light sound is new, old one. So not included infinity drive. So it's a bit heavy to load it. However, it's, yeah. Left side. Yeah, he said, it's too light. I didn't notice. Infinity drive is so, works very well. Practice is good.Yeah, really good. Nice, man. Good presentation. So, I'm looking for Mr. IEDA. Mr. IEDA is a captain of sports teams in Tokyo area. So, I want to talk with him. Where is he? Ah, here you go.すいません、昨日はありがとうございました。あ、お疲れ様でした。シマロとしては、まあ、おかっぽりがだんだん難しくなるのを考えて、インシュアーって
言ってるのかなって個人的には思うんですけど、まさにそうです。だいぶやれるところが減ってきて、特に特殊流行は、はい、そうですね、結局その後どうするのっていうところの目口は多分ボートしかないよねっていうところだと思うんですよ、はい、で、まあ、管理金とかの影響関係なくできる釣りで、うん、みんなで盛り上げていきませんかっていう流れ、はい、東京のショアジギングとかもだんだん減ってるんですか。東京はほぼやっぱりできるところがないです。あ、緑公園も東京湾には何個しかないんですよね。週末は入場制限です。そもそも入れないです。オフシーズンもですか。オフシーズンだけは入れるけど、あ、オフシーズン一番ダメなのはイワシが釣れてますって言ったらもうダメです。あ、アジが釣れますって東京湾ではあんまないから、そういうことで私がうわーって釣れましたよって言ったらもう満タンです。それはもうサビキのお客さんですか。あ、それが来るともう投げてる禁止です。あ、そうですね、危ないからルアー禁止ですみたいな感じになっちゃいます。この中インシャーっていう名前自体は島は島だけに届けてくるつもりじゃないっぽいので、業界としてですね、いろんなメーカーさんをみんなで使って盛り上げていきませんかっていうところらしいので、はい、そういう面でも、まあ、いい言葉かなと思います。ありがとうございます。フライファンタジー。 Actually, can we buy thisModel? I don't know. Fashionable. This guy is fashionable. Clothes put in the, his heart. It's cute, man. So, I'm gonna ask him. It's Antares DCMD. It's the left one.すごいなんだよね。あと、こうやって前のアンタレスと比べてどれぐらいこうバックラッシュしなくなってますか。物くらいっていうのを、はい、言うのは難しいんですけど、はい、そうですね、スクールがまず MJL3 スクールになってます、はい、よりスクール完成を低いものになってます、はい、なのでこれが、まあ、キャスト機動力っていうの立ち上がりもいいですし、はい、ブレーキに対する感受性もいいんで、はい、かなりトラブルっていうのは少ない方向にはスクール単体ではなってま す, そうです、ね、さらにブレーキ自体も、はい、DC ブレーキなんですけど、はい、ナイロンのピーと、ね、まあありますけど、ブレーキキャストするのだったら影響があると思うので、ブレーキを制御する時間の感覚をより細かくする、はい、ああいうのよく言った意味で重いのは、はい、よりトラブルですよ、そして統計飛ばすっていうところは、はい、よくなってますね。なるほど、これってブレーキをかけてるとか、ね、これってこのこっちが出てるとこに今向いてるわけですよね。 P ですね。 P ですね。ちょっとねややこしくて、これもっとこっちを動かしたくなるんですけど動かない。ここは分けないんだけど、こっちのこれですね、はい、上です、はいはい、
つまめ多かったですね。ラインを選んで、あと XB っていう。これが結構、なんていうかこれはエクストラ。リングベイトからショーエントが、はいはいはい、自分が使ってるソルティガとか早いんですよね。超遠投のところのブレーキが、前回のモデルより、すごい弱いブレーキも入ってるので、はい、あのキャロとか投げていただくときは、こっちの方が良いと思うから。ああ、なるほど。なるほど。使えそうな気がします。これってその時の、まあ、普通の DC でこうキャストするじゃないですか、普通にサミングするタイミングはあれですよね、あの着水するタイミングでピッて止める。そうですね、着水するとこだけですね。着水するとこだけなんですよね。逆にこう飛んでる時に上から触っちゃったりすると触らない方がいい。触ってダメなんですよね、はい、DC でブレーキいいのかけてるんで、さらに上から触るとさらにブレーキかかって飛距離は絶対落ちます。普通にシュンって投げて落ちるなときにでもう止める感じ、サミングでは止める感じですよ、ね、止めるだけです。止めて落とすって感じ、はい、なるほどなるほど。だからカルカン、今度今回のこれと違うのは、まあ、こっちはまああの糸が負けて、こっちは糸がまだ負けないじゃないですか、糸巻き量的にはこっちが多いですね。基本的にはキャストゲームが主体になるって感じですね。そうですね、キャストゲームの、まあ、その B ラインの太さ、はいはい、5号、6号以上使う場合は、はい、こっちのカルカッタコンテストを使っていただければいいですし、はいはい、まあ、3号以下の場合はこちらを使っていただければ、はい、なるほど、なるほど。そうですね、結構ロングハンドの人は結構感覚変わりますね、あの触ってみたら。そうですね、はい、やっぱり大型魚と、はい、まあ、渡り合うためのモンスタードライブのリールなんで、はい、夢屋のこのハンドルをつけて使っていただくっていうのが、はい、まあ、一般のお客さんには使いやすいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、まあ予約してるんですけど、はい、はい、ありがとうございます、はい、どうも。